ま、いっか。ともやとゆえちゃんは長い付き合いだしな、それなりにいろいろあるんだろうよ。詮索したりして悪かったな。でもとりあえずこれで可能性が出てきたってことは間違いないだろう。ともやには申し訳ないが、俺にとっては好都合な状況になったってことだ。うわ、やば、5時間目始まっちまったぞ。行こうぜ、ともや。
だよ。だってゆえには、ゆえにはともちゃんと話す資格なんかないんだもん。だからもういいんだってば。嘘じゃないもん、嘘じゃないもん。もういいの、ゆえなんかどうなったっていいの。だからもうほっといて、二度と話しかけないで。おう、トモヤ。どうしたんだ、そんな怖い顔しちゃって。まあ、いいけどさ。どうだ、一緒に飯でも食うか。あのさ、トモヤ、俺、決心したよ。やっぱ、することにした。ゆえちゃんに告白。今が絶好のチャンスだと思うんだ。いいだろ？いいんだよな？いや、ほら、一応許可を得とかないと。でも、相手はゆえちゃんだぜ。俺に奪われてしまうかもしれないんだぞ。ってことは、いいってことだな。全然意味はわからんが、まあそれだけ険悪な状況にあるってことか。本当だな。もう一度だけ確認するが、ゆえちゃんに告白してもいいんだな。わかったよ。なら思い切ってかけてみることにするよ。
なあ、ともや。あのさ、ちょっと話したいことがあるんだけど、一緒に帰らないか？よし、じゃあ行くか。ついに決まったよ。ゆえちゃんとのデートが。ああ、まあな。さすがにこの緊張は隠しきれないよ。自分でも驚いてるんだ。今までにも数多くの女の子とデートしてきたけど、今回みたいなのは初めてだな。それよりも、智也はなんだかご機嫌斜めみたいじゃないか。何かあったのか？そうか？全然そんな風には見えないけどな。明日だ。明日の午後1時に住空駅の改札で待ち合わせた。なんでそんなこと聞くんだよ、智也。成り行きねえ。ちなみに明日はゆえちゃんと映画を見に行く予定だ。でも話の成り行きからいくと、次の智也の質問はどこに行くつもりなんだ？だろ？いや、まだ大事な質問が残ってるんだ。聞いてもいいか？ゆえちゃんってどんな映画が好きなんだ？知らないのか？じゃあ、俺が今見たい映画があるんだけど、それに連れてっても平気かな？組長、ヒューガー葵っていう超マイナーな B 級映画なんだけどさ。やっぱり人気者なんかじゃゆえちゃん嫌がるよな。あとさ、これだけはどうしても聞きたかったことなんだけど、告白するのに最適の場所ってどこだろう。やっぱり公園がベストだよな。あの隅空の噴水のある公園。なあ、ゆえちゃんってどういう雰囲気とかが好きなんだ？教えてくれよ、智也。じゃ、またな。
もし約束破ったら、この口を縫い付けちゃうからね。ともちゃん、嬉しそうだよね。うん、いいの、いいの。もう、ともちゃんなんか二度と誘わないもん。ビーだ。でも傷つけたことは事実だろ。なあ、俺さ、俺、ゆえちゃんのこと、ゆえちゃんのこと、ともちゃん。どうして？なんで、ともちゃん。
だよ。なんで？あれほど何度も言ったのに。ほっといてって言ったのに。どうして？どうして来ちゃったの？せっかく諦めようと思ってたのに、全部忘れちゃおうって思ってたのに、また忘れられなくなっちゃうよ。ともちゃんのこと忘れられなくなっちゃうよ。素敵な恋愛がしたいな、なんて思って、本当に心の底から祝福してた。なのに。なのに、あやちゃんがいなくなっちゃって。そしたら、ともちゃんへの思いも止まらなくなっちゃったんだよ。毎日毎日、どん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 と膨らんでいって、もう抑えることができないくらいに、どうしようもないくらいに大きくなって。だけどともちゃん、全然ゆえの気持ちには気づいてくれないし。それにともちゃんの中には、いつまでもいつまでもあやちゃんがいたから、あやちゃんだけしかいなかったから。だから、忘れちゃおうと思ったの。しんくんの誘いを受けたのも、今までひたすら逃げ続けてきたのも、みんな、ともちゃんのことを忘れるためだったんだよ。ともちゃんに話しかけられたとき、すごく辛くて、全部言っちゃいたくなって、本当に思ってることをみんな知ってもらいたくて、だけどどうしても言えなかった。あやちゃんのこと思ったら、そんなこと言えるはずがなかったんだ。だってゆえはあやちゃんのことも大好きなんだ。